皆さんこんにちは。 Do it yourself ideas へようこそ。このビデオでは皆さんに折り紙を使ったこちらの小さな箱の作り方をご紹介します。星の形をしているのでクリスマスなどにぴったりの箱になっています。今回はピンクの折り紙を使って作っています。使った大きさは縦横8センチです。後ろにある箱は少し大きめの折り紙で作りました。大きな包装紙を使って作っています。柄のついた包装紙です。左側はブラウンの包装紙を使った箱になっています。こちらは縦横20センチの大きさでした。今回はこちらの包装紙を使って皆さんに作り方をご紹介します。紙の大きさは正方形のものを使ってください。とても簡単に作ることができます。それでは始めましょう。まずは三角形を作るように斜めに半分に折ってください。このようにして折り目をつけます。それでは逆の方向から三角形を作るように斜めに半分に折ってください。しっかり折り目をつけます。こうすると中央で交差するようになります。今回は箱の下の部分が水玉模様、上の星の部分がブラウンになっています。今回作る方法はこちらと逆のようにします。箱の部分がブラウンだけ、星の部分が水玉模様になります。包装紙の向きをこのようにしてテーブルの上に置きます。今度は四角形を作るように半分に折ります。向きを変えて同じように半分に折ってください。折り紙を開きます。これでまた2本の線が中央で交差しています。それでは両方の角を両手で持って中央にこのように向けて合わせてください。そして四角形を折るようにこのように折っていきます。全体はこのようになっています。下が開いていて上のところは閉じています。それでは右手でこちらの1枚の部分を持って中央の折り目に合わせて折ってください。反対側も同じです。上1枚を持って右側に向かって折ります。向きを変えます。同じように右側を持って中央の線に合わせてこのように折ります。反対側も同じです。全部で4回折りました。全体はこのようになっています。タコのような形になっています。それでは右手のこちらの部分を持ってください。角を持ってこちらの短いところを右側の長いところに合わせて三角形を作るようにこのように折ります。これも全部で4回それぞれのところで折っていきます。向きを変えて裏のところも同じように外側に向かって折っていってください。それぞれ線に合わせてきれいに折ります。全体はこのようになっています。全部で4回折りました。それではこちらのところを今度は開きます。今折ったところをまず上に向けて右手の親指をこちらの隙間に入れて開いてください。しっかり折り目をつけます。こちらの部分に水玉のところが見えています。同じように左側も開いてください。しっかり平らに折り目をつけます。裏も同じように親指を隙間に入れて開いてください。
こちらも全部で4回同じ作業を繰り返します。それぞれ外側に羽ができました。それでは右側の上1枚を持って左側に倒してください。こうするとブラウンの色だけが見えます。水玉は隠れました。それでは今左側に折った紙を持って中央の線に合わせて折り返してください。右側も同じです。それでは先ほど左に倒した羽を今度は右に戻します。これで元に戻りました。次は左側の羽を持って右側に倒します。グレーの色だけになったら右側の羽を持って上に折ります。次は左側の羽を右に向かって折ります。こちらも全部で4回折ってください。これで表裏それぞれ水玉の模様が見えます。それでは向きを変えてください。今まで上にあったところを下にします。次に水玉模様が見えているところを下に向かって折ってください。1回目です。向きを変えます。こちらが2回目です。それでは右側の羽1枚を持って左に倒します。3回目です。もう一度羽を左に倒して一番最後のところも下に向かって折ります。全体は今このようになっています。それでは十字にするようにこのように手で持ってください。折る作業はすべて終わりました。それでは今度は開いていきます。人差し指を箱の中に入れます。そしてそれぞれの谷折りになっている部分をこのように指で押して外側に開いていきます。あとはそれぞれの角を指できれいに押して形を整えます。これで星型の箱の完成です。上の星の部分が水玉模様、箱の下の部分はブラウンの色だけになっています。こちらの箱の中には皆さんのお好きなものを入れてください。今回は右側の箱にビーズ、左側には飴を入れています。いろいろな大きさの紙を使って、さまざまな大きさの箱を作ることができます。正方形の紙をその際は使ってください。いかがでしたでしょうか？今回のアイデアを気に入っていただけたらぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回。